PMD は Java ソースコードを解析するための性的なルールセットで以下のような潜在的問題を識別する PMD には正式名称がなくいくつかの非公式名がありおそらく最も適切な名称はプログラミングミステークディテクタとされる通常 PMD のエラーは真のエラーにはならないがむしろ非効率なコードで例えば未だに修正されないとしてもアプリケーションは 適切な動作ができることになる。PMD にはカスタムルールを書くことができる内蔵のルールやサポートが含まれる。カスタムルールは以下2通りの方法で書くことになるザパスの使用 Java クラスの使用コピーペーストディテクタとは PMD に対応したアドオンでラビンカープ文字列検索アルゴリズムを使って重複コードを検索する。Java JSP C 言語 C, Fortran, PHP, C のコードを使って動作している。PMD は、JADIVELAPAR, EXLIPPS, JRED, JABILDAR, AMANICUA, S, CODT GUID, NETOBEENS, SANSTAGIO, INTERAGE IDEA, TEXTOPPAD, MEYBON, ANTO, GEL, JAKREATER, HADOSON, JENKINS, SONAR, EMAX のプラグインにもなっている。ありがとうございます。